こんにちは、なほねえです。今日は中野の防具社にで開催されるいとまという毛糸のイベントに行ってきました。帰ってきてほやほやです。今ただいまと言ったばっかりなんですけれども、開封動画とその様子を少しお知らせしたいなと思って動画にしてます。まずはですね、今日の様子をちょっとだけ動画と写真でご紹介します。ご覧ください。いや、見てないんだよね。はい、楽しい様子が分かったでしょうか。もうね、午前中はすごく混んでいて、真ん中の道を通るのもやっとっていう感じだったんですけれども、お昼ご飯を食べて帰る頃にはもうだいぶ空いてましたね。毛糸もまあ少なくなってたんですけれども、とっても見やすい状況になってたんで、いとま今日と明日2日間ですので、もし明日行く方は参考になさってください。そしてですね、今日お昼一緒に食べた皆さん、ペリスコープご一緒してくれた皆さんはこちらです。あとね、シュミーさんにもお会いできたんですけれども、ちょっとお時間がなくて、ご飯は一緒にねできなかったんですけれども、皆さんと楽しくご飯を食べてきました。はい、お話もいっぱいしてきました。はい、それではお待ちかねの開封動画いきたいと思います。ですね、まず入って入り口からずっと行った奥の方にあったのがアブリルさん。これ吉祥寺にもねお店がありますけど、アブリルさんのところでちょっとだけ買いました。と言っても私が買うのはお買い得商品ばかりなんですけれども、まずはこちらの根巻きですね。これね、何だったかな、あ、なんか出てきた。ミックスブレッド、ウール 100% ブルーベリー 100g で900円、900円だったっけ、800円だか900円だかで、なんかすごいウール100ですので、すごいいいでしょ。これ900円ならいいでしょ。そしてこちらですね、こちらもカゴの中に入ってたんですけれども、こちらはブラックウェルシュ、ダークグレーですね。こちらもウール100、こちらは 100g で500円。こっちの方の糸は
お昼過ぎにはもう完売してました。こちらはまだ少し種類がありましたけれども、この2つを買ってきました。ポリルさんの糸初めてなんですけれども、これちょっとしっかりしてるんでね、バッグとかにもなるかもしれないですね。ウール100なので着るものにもちょっとチクチクするかなとは思いますが、ちょっと何かしら作ってみたい、この2つを合わせて作ってみたいなと思います。そしてですね、まあお店はすごい誘惑がたくさんあったんですけれども、このお店もね、紹介されて、なんかみんながいいよっていうので行ってきました。こちらがですね、じゃ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 ん。こちらのカセがよりどり4束で1000円でした。1つ300円、4つで1000円って書いてありました。これね、もうみんないろんな種類で買ってたんで、色ももうちょっと赤っぽいのもあったんですけれども、今回はちょっとグリーンブルーベースで何か作ってみたいなと思って、私はこの4つを選びました。こちらはね、ウール 100% って書いてありましたね。いいでしょう、なかなか。これで4つで1000円はなかなかお得ですよね。で、このお店でですね、出てくるかな、このお店で、あ、これこれこれ、このね、あのあのの動物ニット材料セットっていうのがあったんですけど、まあ、種類はこんなにいっぱいはなかったんですけど、いくつか、キットを売ってました、例えばこれを選ぶと、こういう材料が入ってますよっていうんで、このお値段ですね。で、あんまり数はなかったんで、注文をしてくださいって感じだったんですけど、これが大阪の天神橋、あ、見える？天神橋のお店だそうです。もしお近くの方は、テオリアさんですね。検索してみてください。このキットには毛糸しか入ってないんで、この編み図はこちらの本を買ってくださいということで、これ本屋さんとかネットで買えますよって言うんで、早速私は Amazon でポチりました。1500円プラス消費税ですね。編み図がとにかく、こう本も見本が出ててパラパラめくったんですけど、すごく可愛いし、この動物のね、編みぐるみ、まあ、これはパペットなんですけど、の他にも普通の手袋ですとか、なんかマフラーになりそうなやつとかあって、で、またこのね、柄が全部カラーで表示してありました。なので、1500円はなかなかお得ではないかと思って、早速ポチって、多分明日か明後日には来るかなと思いますけれども、すごく可愛いでしょ？もうこれだけ、模様だけでも応用ができるかなと思います。こんな豚さんとかもありました。で、あとこちらのね、リストウォーマーのキットっていうのもありましたけど、これは参考までにもらってきましたね。このお店、なかなか良かったです。そしてその隣のお店に、多分隣のお店に、なんとベルンドフェストラーさんがいらっしゃったんですよ。で、そして新しい本がね、出たっていうんで聞いてたんですね。ベルンドフェストラーのぐるぐる編みのメビウススムード、こちらの本を購入して、ワークショップは午後からだったんで、午前中はお暇そうにしていらしたので、サイン書いてくださいと言って書いていただきました。なほさんへ、ハッピーニッティング、ベルンドケストラ、ここにニコちゃんマークもついてますね。で、この後写真も撮っていただいて、握手をして、もう皆さんね、並んでましたけれども、これは、後ろを見るとこんな感じですね。帽子のね、前回の帽子の本を買おうかなと思ったんですけれども、やっぱり新刊かなと思って、で、模様もね、すごい模様編みいっぱい出てたんで、この模様が分かれば帽子にも応用できるかなと思ったんで、今回はこちらのメビウス編みのぐるぐる編みのメビウススヌードというのを買ってみました。スヌード、ケープ、ターバン、ポンチョ、ちょっと特別な作り目と裏も表も楽しい模様、目の留め方いろいろって書いてありますね。ベルンドケストラさんのこのミトンは私結構な数か
編んでるんです。今度は、模様編みで、まあこのスヌードか、まあ、ニット帽か何か作りたいなと思って買いました。あと何入ってるのこれ。あとはね、ここら辺はこうね、カタログみたいなのとか、なんかタンフレットみたいなのとか、いろいろもらってきましたね。そしてですね、道の反対側をぐるっと今度は行ってみましたら、なんと、アブリルさんで、アブリルさんじゃない、ごめんなさい。毛糸屋さんですね。町田の毛糸屋さんのブースがありまして、そこでなんと、なんと、なんとわかりますか？こちら福袋みたいになってたんですけど、じゃ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 ん。あ、裏だ。じゃ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 ん。オパール毛糸3色セットで3000円。プラス消費税。3000円安いでしょ。だって、このモネなんか、ユザバ屋さん定価1900円。これ定価1400円。こちら多分1700円ぐらいだったので、もう、クーポン使って買うより安いんじゃないっていう感じですね。もうこれは、色の種類もいくつかあったんですけど、まあ、無地が一色あって、あとモネともう一つ違うのっていうのがありまして、ブルー系にしようか、こちらのピンク系にしようか、すごい悩みましたけど、まあ、やっぱピンクでしょうと思って、さっき買った毛糸がね、割とグリーン系、ブルー系多かったので、こちらはピンク系にしてみました。そしてですね、もう一個、こちら。こちらはですね、フォーフォルティッシマコットンストレッチ。こちらはですね、なんと、その、毛糸屋さんで、半額のカゴがありまして、その半額のカゴから、ある方の依頼を受けまして、私はこの糸にしました。これで何かを編まなくてはいけないんですけれども、残った毛糸は自分の好きなように使って良いそうなので、これもちょっと頑張ってみようかなと思います。いいでしょ、この色。ブルー。みんなね、いろんな色を選んでました。と、まあ、こんな感じです。本当はですね、このケストラーさんの本しか買うつもりはなかったんですけれども、なんだかんだと結構買ってしまいました。あ、あとね、そうそう。ちょっと待ってね。どこに入れたかな。あとね、もうちょっとあるんだ。うん、あ、当たった。これと、こちら。これも買いました。これ見て見て。こんなちっちゃいの。ちっちゃいのが、すごいいっぱいあったんですけど、2g で80円とか、1g で50円とか、これは多分100円、80円か。なんかちっちゃい細いダーニングとかする用の糸ですって書いてあったんですけど、何かのちょっと無地っぽいね、毛糸にワンポイント入れるのでもいいかなと思って、ちょっととりあえず買ってみました。で、その隣にですね、こういったくるみボタンがありまして、これなんかピアスとかできそうかなと思って思わず買ったんですけど、これはなんと300円で極細モヘアメリノの手織り生地ですね。くるみボタン300円で、大きいサイズだと2個ぐらいしか入ってないんですけど、私はこうちっちゃいのをいろいろ入ってるのがいいなと思ったんで、これを選んでみました。これもすごいお買い得でしょ。みんな買ってましたよ。それからあと1個ね、え、入らない、あと1個、なんか外国の女性の方が、羊毛みたいなナチュラルな感じの毛糸を売ってたお店だったんですけど、このボタン3個で100円よとか言って売ってたんで、思わずと思って買ってみました。こんな感じ、なんかうちにあったボタンを持ってきたのって言ってたんですけど、どこの国の方かはちょっとよくお話聞かなかったんですが、なんかみんな奪い合うように買っていたので、ついノリで買ってしまいました。こちらいいでしょ。
これとこれと、あとこれね。ちょっと何か留めるのに使えるかなと思います。はい、お買い物はこれくらいで、あとはお昼ご飯の、なんだ？幕の内弁当？を食べてきました。はい、以上でございます。明日までやってるそうなので、もし最寄りの方は、朝10時半から明日は多分4時半ぐらいまでやってるそうです。あとね、ケイトやネットショップ全店共通、糸満へ行きましたと備考欄に記入するとポイント2倍って書いてあります。これはどうでしょう、本当に行ったかどうかはそこまで追求されるかどうか分かりませんけれども、まあ、ポイントを集めている方はぜひ、こういうのがねありますよというご案内でございました。ドイツより発送っていうのもあるんだね。知らなかった、こんなのがあるんだね。ケイト屋さんしかないのかと思ってた。はい、それでは今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。ですね、先ほど言いました通り、ちらっと見せましたが、登録者がなんとあと4人で500人です。皆様ご協力お願いしますはい、今日はこんな感じで、すごく楽しい時間を皆さんと一緒に過ごすことができました。ニット帽の方ね、ちょっと今日は雨なかったんですけれども、明日もちょっとね、明日は仕事、明後日はお出かけ、いろいろあるので、なるべく時間を見つけてニット帽の動画も撮っていきたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた、チャオー。